アニメと BL コーナーはカラフルな表紙ですこと。どれどれ、タイトルは何このアホみたいなタイトル。最近の BL 攻めすぎちゃう？ AV かな？てか作者名を下劣田中て、なんでそう変な方向に思い切りがええんや。こんなあからさまなタイトル、中身がどうだろうと取り前エロいタイトルつけとけ腐女子普段してるっしょみたいな浅はかな考えに引っかかるほど安い人種じゃないから、こっちは人生かけて腐って見ついでるんだから、我々の札魂を舐めないで。我々そんなちょろくねえべ。でもどこのアニメと言っても平積みだし、 BL 好き YouTuber たちもやたらとおすすめしてるし、なんなんだよやりちんビッチぶって。は？アニメか、あれが？いろいろと大丈夫？怒られない？あ、でも主題歌めっちゃええやん。ソロバージョンも最高。とりあえず矢口って人がヤバいってのと、宝塚みたいな名前の人が壊れたアンドロイドっていうのは分かった。え、ピクシブで全話無料で読めるの？確かにこの作者さんの絵が綺麗なのは認めてやるが、絶対に読まないから。こんなタイトルの漫画を読もうと思うことなんて今後一切ないし、読んだとしても面白いなんて一生思わないだろうから読まない。何が何でも読まないったら読まないから、いやありえないから。全巻買っちゃいました。いやーアドチャクソおもろいやんけ。気づいたらピクシブで全話読んじゃってて、スマホのクソ小さい画面で読み返すのにイライラしたから単行本ゲットしちゃいました。さて、このやりちんビッチブ、もうめちゃくちゃピュア、軽くタイトル詐欺。確かにやりちんビッチブというタイトル通りのエロは出てくるけど、それ以上にピュアピュアです。特に1年生3人組は別冊マーガレットかなってくらいピュア、エロ描写も見応えあるけど何より話が面白すぎる。4巻とか終始泣きそうになりながら読みました。信じられるか、こんな泣ける話なのに、この漫画のタイトル、やりちんビッチブなんだぜ。なんか気づいたらドラマ CD も買っちゃったよ。そんなやりちんビッチブ、自分のようにタイトルで敬遠してる方もいらっしゃることでしょう。でも騙されたと思ってちょっとだけでも読んでみてください。世界が変わります。18歳以上ならピクシブで無料で読めるし、単行本はなぜか R18 ではないので誰でも買えます。書き下ろしも素晴らしいので個人的には単行本買った方がおすすめ。ぜひチェックしてみてください。次回はやりぶアニメの主題歌、タッチユーはなぜ国歌と呼ばれてるのか。この曲と、うっせぇわ、夜にかける、キング、などのヒット曲との共通点、実は同じ〇〇だった、みたいな、タッチユーのメロディや歌詞を徹底解析した動画を出そうと思ってます。グッドボタン、チャンネル登録をしてくださったら、私のやる気が上がります。ぜひお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。